どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが7月7日水曜日の試合前なんですけれども、タイガースは昨日の試合、スワローズに5対1で勝利。で、試合展開的には青柳投手がいいピッチングをして、打線も繋がって、まあサインのないところとか色々ありましたけれども、まあいい形で勝ったという流れにはなりました。で、その勝ったからこそね、僕の中で気になったのは、ダイソーで出てきた江越選手の牽制師なんですよね。まあダイソーで出てきて2回目ね、この牽制師ということで、まあ今回の動画では今シーズンの江越選手で今シーズンから遡って、実はバッティングね2年間ヒットが出てないっていう現状も踏まえていきながら、まあ、今後入れ替えの可能性もあるんじゃないかなというね、まあ、その点の注意点とか、まあ、思うところね、この辺深掘りしていきながらお話ししていきたいなと思います。ということで、早速お話をしていきますけれども、まず昨日の牽制師ですね。まあ、映像を見られていた方はわかるかなと思うんですけれども、まあ、逆を突かれるような形でね、アウトになりました。で、この江越選手が出てきた場面っていうのは、8回ノーアウトランナー1塁の場面なんですよね。まあ、先頭のサンズ選手がフォアボールで出て、で、その時点で4対0ですからね。まあ、ダメ押しの1点をさ、取りに行くぞという大事なランナーが牽制師。で、次はマルテ選手とかね、まあ、打順がさらにヘビーになっていくところの中で、4番に繋がっていく中でのアウトですから、まあ、非常に痛い部分だったんですけれども、まあ、結局その後繋がってね、大山選手がタイムリーヒットを打って1点入ってるのでなおさらなんですよね。まあ、やっぱりね、流されがちな部分だとは思うんですけれども、勝っているからこそと。で、個人的に負けた試合っていうのはね、まあ、特にあそこでこうしていればというのは個人的にあまり好きではないんですけれども、まあ、勝った時は逆にそういった改善点を見つけていかなければいけないかなと思っていて、まあ、以前もね、近本選手が三盗を狙った時にまあ誘い出されるような形でアウトになって、で、流れがガラッと変わったと。まあ、その辺はね、矢野監督は積極的なプレーはまあ咎めないよっていうことは言ってるんでね、まあ、そこは僕自身もあまり思わなかったんですけれども、やっぱりこう、ダイソーで出てる選手なんでね、まあ、昨日の試合の振り返りのところでは触れませんでしたけれども、まあ、いくつかちょっと江越選手が気になりますっていうねコメントをいただきましたので、で僕の中でもやっぱり気になるプレーだったんでね、まあ、ちょっと今シーズンの江越選手っていうのを深掘りしていきながらお話ししていこうと思うんですけど、まず今シーズンの江越選手を見ていくと、まあ、出場試合というのは27試合あるわけで、まあ、基本的には守備固めでダイソーがほとんどですね。で、打席で言うと3打席しか経ってないんですけれども、まあ、今シーズンまだノーヒットと。で、ダイソー要員の中でね、今のタイガースのダイソーの序列っていうのを考えていくと、まあ、これまでね、最初は熊谷選手がトップだったかなという感じなんですが、まあ、ちょっと積極性の部分がどうかなという感じもあって、上田選手、熊谷選手で江越選手っていう風な順番かなと。で、江越選手が出てくる時っていうのは、まあ、基本的にはサンズ選手の代わりが多いかなと。というのも、まあ、サンズ選手が塁に出て、でその後ね、江越選手に代わっていればすぐその後レフトを守れるっていう形なので、まあ、そういったところを考えてもね、まあ、いろんな選手を当てはめていきながらのダイソーというところなんですが、まあ、江越選手のダイソーはこういう流れが多いと。で、まずバッティングをね、見ていきたいんですが、まあ、先ほどもちょこっとお話をしましたけれども、まあ、今シーズンは3打数でノーヒットと。で、これまでね、やっぱり江越選手に関しては、当たれば飛ぶ、ね、ロマンと、ま、いろいろ言ってきたわけなんですけれども、まあ、正直もうそんな年ではない、ロマンで片付けられるような段階ではないかなと。で、江越選手のヒットっていうのを遡っていくと、なんと2019年4月23日にヒットを打って以来、なんと2年2ヶ月ヒットがないんですよね。で、打席で言うと28打席、まあ、ヒットがないということで、まあ、なかなか深刻な状態だと。で、もちろんね、江越選手に関しては、スタメンで出るというわけではないので、まあ、1打席、1日1打席の中でね、もちろん簡単ではないんですけれども、江越選手が立つ打席っていうのは、基本的に、まあ、点差が開いてる状況がほとんどなんですよね。なので、先発投手とか、まあ、守護神とか、そういうピッチャーたちと比べていくと、多少ね、投手のレベルは落ちていることが多いので、なので、そういったところを考えていくと、なんとかね、この28打席連続無安打っていうのは、そろそろ、まあ、解除していきたいというか、なんとかヒット出したいと。で、この28打席アウトになってる中で三振というのは13個あるんですよね。まあ、半分近く三振で何も起きていないと、まあ、両打ちに挑戦したりいろんなことをねやってきた江越選手なんですけれども、なかなか打撃で結果を出せていないというのが現状ですね。で、江越選手のね、もう一つの武器となってくると、守備なんですけれども、まあ、守備でね、今シーズンの江越選手思い返されるのは、5月の26日、マリーンズ戦ですね。まあ、交流戦の2試合目、まあ、1試合目に岩崎投手が打たれて、ちょっと嫌な展開の中でどうかなってね、で、勝ちパターンの中でスワレス投手を持っていって、まあ、2点差の中で出てきてね、マーティン選手がレフト前ヒットを打って、で、江越選手がそれを後ろに反らして、結局その後の中村選手に打たれてっていうね、まあ、防御率とか、まあ、その辺はね、スワレス投手に反映はされなかったんですけれども、まあ、江越選手、守備は非常に上手いです。一歩目も早いですし、まあ、足も早いですし、肩も強いですしね。なので、そういうフライとか、そういうのを取らして、まあ、一直線に走らせる技術っていうのはね、もうタイガースの中でトップクラスかなという感じなんですが、ああいった大事な場面でポカが出てしまうと、ファンはもちろん使う側もためらってしまうんじゃないかなと。
いい選手であることに変わりないんですけれども、まあ、バッティングでアピールができていない現状というのがありますんでね、まあ、守備でしかも飛んでくる数っていうのは1回あるかないかのレベルなので、まあ、そういったね少ないチャンスではあるんですけれども、まあ、そこでのアピールが大事と。で、走塁ね、ダイソーで出ている中で絶対にアウトになってはいけない場面の中でね、まあ、2回目、昨日の試合というのが2回目の牽制士だったわけなんですけれども、まあ、1回目はこの守備の前ですよね。なので江越選手がちょっとね試合を振り回してしまうような展開というのがマリーンズ戦であったんですが、まあ、タイガースのダイソーが1人だけならね、まあ、エゴス選手は重宝されると思うんですけれども、まあ、ダイソー要員の選手が3人いるっていうのはなかなかないですよね。で、その中での2回目の走塁手と。で、僕もね、これまで野球やってきて何回か牽制死っていうのはあるんですけれども、もう本当にね、牽制でアウトになってしまったその後っていうのはベンチに帰りたくないんですよね。もう監督に何言われるかわかんないし、もう仲間からの声っていうのもね、もうドンマイとかもうそういう暗い声で、ああやってしまったって本当ね、落ち込んじゃうんですけれども、まあ、ダイソーでのアウトっていうのはないんですけれどもね、あの、なんとも言えない空気は二度と味わいたくないなと思いながらね、まあ、たまにこう野球とかもしてるんですけれども、ただその中でも積極性を忘れたらいけないしっていうね、まあ、本当極限のその駆け引きの中で、特にダイソーの選手ね、プロの選手とかはやってるわけなんですが、まあ、難しいのはわかるんですけれども、それがね今の現状江越選手の生きる道になってるので、まあ、少ないチャンスの中でしっかりとアピールしていかなければいけないなという現状ですね。で、まあ、この江越選手の代わりというわけではないんですけれども、まあ、何度かね、こう2軍でのいい選手っていうのをたびたびご紹介してるんですが、やっぱりいいのが島田選手なんですよね。で、昨日の試合ね、ホークスとの対戦の中で、まあ、タイガース自体は4対0で敗れたんですけれども、なんと島田選手は現状ね、ホークス2軍で調整中のモイネロ投手からヒットを打ったと、まあ、ストレートを打ってるっていうことでね、まあ、平田2軍監督がコメントを出してるんですが、ああいったヒットは価値があるね、センターを超えるような飛球もいいプレーしたし、モイネロのところ走っていいってしたんだけど、3点差でアウトになっちゃいかんというところでよう走らんかったけど、なかなかモイネロからヒットを打って十分今自分の役割というかそういうものをしっかり出してくれているっていうコメントなんですけど、まあ、ここまでのね、島田選手の2軍での成績ですけれども本当に素晴らしいですね。167打数53安打で打率が3割1分7厘、これはウエスタントップですね。ホームランも2本打っていて、打点が24、盗塁15個で出塁率が3割8分2厘、得点圏打率も3割7分5厘ということでね。まあ、島田選手は何回かね、ご紹介させてもらってるんですけれども、まあ、2軍で小野寺選手と並んでね、バッティングではトップクラスのものがあるんじゃないかなと。で、小野寺選手が抹消になってね、で、その枠に関してはおそらく今日の工事のところで二保投手が上がってきて、岩佐田投手が抹消されてましたけれどもね、まあ、昨日岩田投手が上がってきて早速ブルペンでね投げたりしてましたけど、まあ、この島田選手に関してはね、まあ、一番の要因というか、まあ、その存在価値というところで言うと、まあ、近本選手のバックアップ的な存在になると思うんですよね。同じセンターで、まあ、快速ね、守備とかもそういったものも売りの中で、まあ、近本選手に何かあればね、まあ、おそらくすぐに上がってくるのは島田選手だと思うんですけれども、ただそれだけのね、起用法だともったいないんですよね。ずっと2軍でね、好調なんですけれども、2軍付けというのももったいないと。で、前回もお話をしたんですけれども、まあ、島田選手やっぱり足が速いわけですよね。ただ1軍でね、ちょっとその島田選手の走塁というのを見ていると、まあ、ちょっとねポカするイメージっていうのはあるんですけれども、まあ、それでもね脚力っていうのは申し分ないですからね。2軍でも15盗塁決めてますから、まあそういう積極性もあると。で、島田選手の一番の武器、もちろん走塁なんですけれども、まあ他のね、タイガースの一軍のダイソー要員の選手、まあ熊谷選手、上田選手、そして江越選手と比べていくと、やっぱりこの打力ですよね。なのでダイソーで出て、そのまま守備について、で、まあ打順がぐるーっと回ってきた時にもバッティングで期待ができるっていうね。で、それはまたチームの底上げにもなるんじゃないかなと思ってて、まあ特に島田選手は外野の選手ですけれども、まあ近本選手とかね、まあうかうかしてたらやばいなというプレッシャーもあるでしょうし、まあサンズ選手とか、それこそ佐藤選手とかもそうですけれどもね、あ、もしかしたらやばいかもっていうプレッシャーを与えることができると。で、ダイソーであったりだとか、まあ、なんなら代打でもね面白いんじゃないかなっていうレベルですよね。今現状左の代打っていうのは糸井選手だけなので、でここ最近ね速いボールにちょっと刺されるかなというところがあるので、まあ、その後の守備とかいろいろね、まあ、起用法があるんじゃないかなということで、まあ、個人的には一軍で見てみたいなと思ってて、まあ、そうなればダイソー組の誰かとかとの、ま、交代になるのかなと思うんですけれども、まあ、そういった可能性はあるんじゃないかなということでね、まあ、江越選手とか、まあ、それこそダイソーの選手っていうのはうかうかしてられないと、まあ、本当に限られたアピールの場にはなるんですけれども、そういった少ないチャンスものにしておかないとね、また二軍から小野寺選手上がってきたり、こういう島田選手、ヨーカー選手が上がってくる可能性がありますから、しっかりとアピールしていきたいわけなんですけれども、まあ、今後ね、タイガースの流れの展開というと、まあ、昨日スワローズに勝利して、まあ、神宮、今日、明日やって、で金土日、そして月火水は甲子園での6連戦なんですよね。なので神宮での入れ替えっていうのは、まあ、おそらくないんじゃないかなと。今シーズンのねタイガースのその入れ替えというのを見てると、基本的にはもう本拠地での入れ替えなんですよね。なのであるとしたら金曜日とかこの辺でねあるかなと思ってるんですけど、
まあいろいろね、昨日の試合もありましたけれども、まあそういうね、サイン盗みとかそういうの全く関係ないよっていう風なプレーを見せてね、しっかりとこの9連戦勝ち越していきたいと、初戦勝つことができたんで、あと5勝ね、すれば8試合の中で5勝かなり難しいんですけれども、5勝することができれば、7月の勝ち越しっていうのは決まっていきますから、もう順位どうこうというよりもね、まずは目の前の試合を勝っていくっていうのが大事になってきますから、まあこういう控えの選手、2軍の選手総動員でね、戦っていくような8連戦、残りの8試合にしていってほしいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者1万1000人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者1万2000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日ドラフォーありがとうございました。エゴス選手に関しては少ないチャンスではありますが、ダイソーからそしてまず1本2年ぶりのヒットに期待したいところです。ではまた。